ロングウッズの戦いは、米英戦争3年目の1814年3月4日、カナダの現在は、オンタリオ州サウスウエストミドルセックスのウォーズビル近くで起きた戦闘である。アメリカ軍騎馬部隊が、イギリス軍政機兵、カナダ民兵の志願兵、およびインディアンによる迎撃部隊を破ったものである。1813年10月、エリーコの古城戦で、 アメリカ海軍が勝利した後、ウィリアム・ハリソン将軍が指揮するアメリカ陸軍は、この戦争初期にイギリス軍に奪われていたデトロイトを回復し、オンタリオ州アマーストバーグでは、放棄されていたイギリス軍、マルデントリデを占領し、さらに、テムズの戦いで撤退中のイギリス軍とインディアンの部隊を破った。イギリス軍は、アメリカ軍がこの勝利につけ込んで、 オンタリオ湖西端にあるバーリントンの陣地を襲うのではないかと恐れたが、ハリソン軍の方でも大半の兵士が徴兵期限の切れる時にあたり、アメリカ軍が交代した。その後の数ヶ月間、アマーストバーグとバーリントンの間、約200マイルは無人地帯となり、カナダの民兵隊が時として、アメリカ軍襲撃隊や石膏部隊と小競り合いを演じる程度だった。 1813年12月、遅く、イギリス軍は、アマーストバーグとバーリントンのほぼ中間、デラウェアに前進基地を築き、さらに、エリー・コガンのポートタルボットも、基地とした。12月23日、デラウェア基地の守備隊が、チャタム近くの小さなアメリカ軍前進基地を吸収し、占領した。アマーストバーグのアメリカ軍指揮官は、 第28不評連隊のアンソニー・バトラー中佐だった。バトラーはアンドリュー・ホームズ隊一式の遠征隊を派遣し、状況が許せばイギリス軍のそれら2つの基地の一つを占領することとした。この遠征隊は第24、第26、第27及び第28アメリカ不評連隊からの騎馬文献隊と6ポンド砲2門で構成され、さらに後に ミシガンからいくらかのレンジャーと民兵流騎兵が合流した。正騎兵を含むこの襲撃隊は寒さ対策にバックスキンの服を着てライフル銃とトマホークで武装していた。ホームズは2月21日にアマーストバーグを出発し、エディーガンに沿って移動した。地面は柔らかく、ポイントオペレーでは6ポンド砲2門を放棄するしかなくなった。 カナダ人民兵のいくらかと衝突して、カナダ兵が逃亡した後、ホームズはその民兵がポートタルボットの守備隊に警告を入れると判断し、デラウェアの基地に向かうことにした。3月2日、デラウェアから15マイル以内まで近づいていたが、寒さと上、さらに病気で部隊の勢力は180名から164名まで減っていた。イギリス軍は実際に、 アメリカ軍の存在を警告されており、カナダ人の脱落者からは、デラウェアから300名が出撃して、ホームズ隊から1時間の航軍距離にいることを知らされた。ホームズはミシガンレンジャーを後衛として残し、本隊は東エンティマイルクリークまで5マイル交代した。ミシガン兵は、イギリス軍の先遣隊であるコールドウェルのレンジャーと小競り合いを行った後、交代してきた。 ホームズは部下の数人からさらなる交代を進められたが、その陣地を守ることに決めた。クリークに架か,かる橋を見下ろす丘に陣地を占め、U 字型の酒もぎで防御工作を行った。3月4日、早朝、コールドウェルのレンジャーがアメリカ兵と短時間交戦し、続いて退却すると見せかけて、アメリカ軍を陣地から誘い出そうとした。 実際にホームズは5マイルも追跡したが、ミシガンの民兵流気兵が、イギリス軍は待ち伏せしていると警告したので、急ぎ陣地まで戻った。イギリス軍全軍が、アメリカ軍の後に続き、その日午後5時に、東エンティマイルクリークに到着した。この部隊は、正規兵2個中隊、常備民兵2個部隊、及びインディアン44名で構成されていた。総勢では、約240名だった。 デラウェアのイギリス軍指揮官は第一不評連隊のスチュワート隊員であり、戦闘を予測しておらず、エセックス民兵隊のマシューエリオット大佐と会談するために部隊を離れていたので、第89連隊のジェームズ・ルイス・バスデン隊員が指揮していた。バスデンは地形について大まかにしかわかっておらず、アメリカ軍の勢力についてもレンジャーが偵察した情報を得ていただけだったが、 それでも即座に攻撃を始めた。レンジャーと志願兵には北からアメリカ軍の側面に向かわせ、インディアンには南から向かわせ、自身は直接アメリカ軍陣地の正面に対して正規兵を率いた。レンジャー、民兵、インディアンはアメリカ軍陣地の射程外からクリークを渡り、側面との小競り合いを始めた。正規兵は アメリカ軍の中央に対する攻撃を開始したが、あまり効果はなかった。続いてバスデンは、アメリカ軍陣地に対する突撃を引いた。イギリス軍が橋に向かって前進すると、狭い道のために一列渋滞のようになり、アメリカ軍がそこに一斉射撃を行ったので、戦闘部隊を借り取るような形になった。バスデンは橋を渡った後になって、坂もぎの存在に気づいたが、 それでも丘を登って突撃隊を率いた。イギリス軍は激しい銃火の下で凍った斜面を登ることができず、打ち倒された。バスデン自身も足を負傷し、第一不評連隊の軽装不評中隊を率いていた、ジョンストン隊員が戦死した。その後イギリス軍正規兵はクリークが流れる谷に交代し、木の背後からマスケット銃を発砲して丘の上から、 アメリカ軍を駆逐しようとしたが、高みから来るアメリカ軍の銃弾によって大きな損失を出した。側面ではインディアンが前進できないでいた。レンジャーの方はいくらか成功したが、アメリカ軍陣地に乗り込むには勢力が少なすぎた。暗闇が訪れ、午後6時半ごろ、この時、第89不評連隊、第2大隊のミルズ将尉が指揮していた。 イギリス軍全軍が退却した。イギリス軍の損失は、戦死14名、負傷51名、負傷後の捕虜1名、不明1名だった。アメリカ軍は、戦死4名、負傷3名だった。バトルヒル国定歴史史跡、連邦政府のケルンと名番で記されているホームズは、バスデンの部隊を破ったが、勢力では劣っていることが分かっており。 デラウェアのイギリス軍基地を占領できないと判断した。午後9時東円ティマイルクリークの陣地を放棄してデトロイトに戻った。イギリス軍もデラウェアの前進基地を放棄した。しかしポイントオペレーでホームズが放棄した6ポンド砲二門は後に地元カナダ民兵隊であるロイヤルエセックス志願兵隊が発見した。この志願兵隊は砲河を破壊し、砲身を 沼地の黒い灰の中に隠した。それらは戦争終了までそのままになっていた。ホームズは少佐に昇進したが、数ヶ月後のマキナック島の戦いで戦死した。バスデンは、怪我から回復し、後のランディーズレーンの戦いに参加した。この年の末には、第89不評連隊、第2大隊の残り部隊を暫定的に指揮していた。戦後、 第一次イギリスビルマ戦争に参戦し、カナダの1937年放棄の時はカナダに戻った。その後、バスクン賞を上された。現在のアメリカ陸軍には、この戦闘に参戦したアメリカ軍部隊の後継部隊であるとする部隊が8個存在する。戦場後は1924年にカナダ国定史跡に指定された。ありがとうございます。